皆さんこんにちは、小林哲也です。えー、今日も早速レッスンの方を行っていきたいと思います。えー、今日はですね、えー、と指の持ち方ですね。このお話をちょっとしていきたいと思います。えー、質問ライブでもあったんですけども、小指を畳んで投げてみたら、えー、案外コントロールが安定してきたっていう話なんですけども、じゃあ実際小指を曲げるとどうなるかっていうと、えー、まあ、このライブでも説明してるんですけど、やっぱり横回転がつきやすいんですよね。 で、ボールは回しやすくなります。それが安定した原因になるのかなって思いますけども、じゃあ、いろんな持ち方ありますよね。で、例えばですね、ボールを押したいなって時、これ、ボールを押したいなって時は、人差し指をですね、構えた状態が、ちょっとこう立ててあげるんですよね。うん、まあんまり痛かったらやめてくださいね。あの基本的には痛くなったりする動作っていうのは絶対良くないからやめてほしいんですけども、ちょっとこう立てていただくと、ボールをしっかりと運ぶことができます。押すことができるので、ぜひね、これはワンポイントです。 ちょっとボール行きたいな、行か,かしたいなとか、押したいなって時は、ちょっと人差し指をですね、はい、こうやってこういう感じで押してあげる、こういう角度ですね、持っていくと、ボールをしっかり押すことができます。で、逆に言えば、小指を曲げなければ縦回転もなりやすいですし、逆に曲げれば少し横がつきやすくなりますので、これはね、自分が合った方法をやっていただきたいと思います。間違っても、何でもできるとかじゃなくて、えー、これがいい、あれが悪いって言うんじゃなくてですね、自分に合う方法。 僕なんかは基本的には小指を曲げてます。でこれが一番やっぱ合うんですよね。小指を立てて投げるとすごいこう、力入ってしまって投げにくかったりするんですけども、小指を曲げることが一番合ってる。だけど、場合によっては曲げないこともあります。だからこれは臨機応変なんですけども、それがあまりにもうまくいかないんであれば、ぜひね、あの、まずは自分が一番安定する持ち方っていうのを、いろんな持ち方あると思うんでやってみてください。ただし、あの絶対やってほしいのは、しっかりフィンガーが借りてくださいね。フィンガー入れてから親指をしっかり伸ばす。これは絶対やってください。 ピンが入入れれてししっっかかりり親指を深くまで奥までで奥るこの辺までしか入ってない人たまにいますけどダメですよ。しっかりと奥まで、付け根までしっかり入れてあげるっていうのをやっていただきたいと思います。えー、そうすることによって安定感増しますので、ぜ、え、ひ、ー、ね、自分のこの持ち方っていうのが定まってない方はいろんな持ち方調べてやっていただきたいと思います。で、大事なことはここが構え、こうやってボールを持った時にここがいちゃダメですからね、こういうふうにつまむような持ち方は絶対ダメですよ。引っ張った状態、引っ張って持つ。 これを絶対意識してやっていただきたいと思います。では、詳しくは、えー、こちらライブの方に載ってますので、ぜひ見ていただきたいと思います。はい、ということで、ありがとうございました。えー、チャトロップさん、えー、先ほどもありがとうございました。実は、プロ、こんばんは。今日投げてきたんですけど、小指を畳んで投げてみたら、案外コントロールが安定したんですか他にもコントロール安定させる方法。これね、あの、前、まあ、僕らの僕の動画でもやってるんですけど、実はこの持ち方で変わるんですよね。で、安定する持ち方、いろいろあります。で、僕も実は、あの、これは使い分けしてるんですよね。 あの例えば、小指を曲げないバージョン。っていうか、通常曲げない、あまり曲げ,あの曲げ、僕は通常曲げてるんですよ。で、曲げないときもあります。それは縦回転を強くしたいときとかですね。で、人差し指をとかね、こう、いろいろあるんですね。指のね、持ち方によって。で、もし、チャトローさんが小指を曲げて安定するんであれば、小指を曲げておいた方がいいと思います。はい。まあ、痛くなったりしたら別ですけどね。痛くならないんであれば、小指を曲げた方が安定するっていうの小指を曲げた方が基本的にはローテーションって,って、まあ、ボール横回転がかけやすくなりますので、あの、動きは出やすいですよね。 まあその分ちょっと暴れちゃって難しくなるかもしれないですけども逆にこう縦回転強すぎて悩んでる人なんかは小指を少し曲げたりしたりすると意外とボールの動きっていうのは変わってきたりしますね。 はい、逆に横回転強い人は小指を意識して、ちょっと手をこう開いた状態で投げてすると縦回転強くなるのであの投げやすくなりますので、ぜひね、いろんな自分の中の持ち方っていうのをやっていただきたいと思います。まあ、一番あの当たり前かもしれないですけど、一番安定する持ち方っていうのは手をパーに広げることですよね。パーに広げて投げることです。ただ、あんまり縦回転強くて回らなくなるんでね、これは人それぞれだと思います。今じゃあの先ほどね、あのコメントにも書いてますけど、茶太郎さんは小指を曲げて安定したって人もいれば、小指を曲げたら、 4本ねこういう風になっちゃうから逆にこうボロってボールがこぼれやすいっていう人もいるんでこれは人それぞれだと思うんで自分が合うものを見つけていただきたいと思います。